木村重役の渋谷ジョージです。やっぱあれですね、やっぱやるべきは悪役だなっていうふうに思います。ただアクションがね、やっぱ大変なんで、年々動きも鈍くなり、もともとそんな得意な方じゃないんですけども、ただなんかその悪役として結構本格的なホラーに変身できたんで、いい思い出になったかなと思います。いやでも結局その悪役の方が楽しいっていうのは、そのなんか振り切れるというか、なんかやっぱり悪役ですね、やるべきは。記念すべき第1話の、ホラーということで、非常にありがたいなと思います。楽しみに、待っててください。